さあ2024年の、10月になりましたね。タイムリーなやつ紹介していきますから、超タイムリーだね。はい、1984年にゴジラって一回リセットされて再スタートしたのが1984年に公開されたゴジラですね。うん、でデザインもリニューアルされた。はい、その時の当時のソフビがこちらです。今じゃ結構ねこれ希少な商品になりましたけども、はい、皆さん分かりますね何が入ってるか。1984年のゴジラって1984年の12月15日に公開されました。私は生まれてますけど1歳と半年ぐらいか2歳かで、私は VHS で見たんですけど、ビデオレンタルでビオランテを見た後にゴジラを見たんだけど、1作品前のね、特撮シーンすごかったですよね。対戦怪獣がいるんじゃなくてやっぱ破壊するゴジラ、人間が追いかけられるってところをね重点的に撮られてたからすげえなと思ったんですよね。なんか日本映画、小学校の私が日本映画ってすげえなって思ったのがあのゴジラビオランテと、あのゴジラ1984年で、全然開かねえじゃんこれ。黒猫さんのシールが、あの黒猫ヤマトっていうと魔女の宅急便を思い出しますよね。宅配便ですもんね。はい、あ、開きました開きました開きました。はい、このようになっております。はいはい、はいはい、この通りでございます。はい、初めて見ます私。はい、こちらが、買いたてほやほやでございます。はー、はい、写真で見た通りサイボットゴジラって、サイボットゴジラって言い切っちゃってるとこがいいですよね。カッコサイボットゴジラじゃなくって、あ、じゃあこれロボットなんじゃんっていうね、サイボットゴジラっていうのが劇中に出てきたのって思っちゃいますよね。まあ印象だとちょっとでかく見えるんですけどね、これ大きさいくつだろう、17センチだから、いや、まあ、いや、まあ普通のムービーモンと比べるとちょっとでかいのかな、1センチくらい、ちょっとでかい感じがします。こう持った感じが、撮影用に作られたロボットゴジラなんですけれど、実寸大が約5メートルあって、まあ、正確には 4.8 メートルだそうです。でこのロボットゴジラの制作費が1億円とちょっとかかったそうです。まあ、そのくらい多額な予算をかけて作ったゴジラ1984年という、こんな顔が特徴的なんですけど、般若のような顔してる。まあ、ひな型ゴジラと比べるとこんな感じっていうか、まあ、時代が違うからな。うん、これ1984年製だからね、縦で見るとすごく細いんですけど、こう横から見ると、横から見ると太いんですよね、横にね。で顔もね、この顎がでかいのもすごく特徴的ですよね。まあ、可動域見ての通り手が動きます、頭が動きますねこれね。でまあ劇中では主に顔のアップとか、この胸から上がよく使われてたような印象ですけど、ドックンドックンって動くシーンがあったり、あとは顔の表情がね、この唇がこうふわふわ動くのが印象的でした。歯がトッキントッキンなんですよ、歯並びいいし。ということでこれはスーツじゃなくってロボット撮影用に作られた 4.8 メートルの1億円かけた巨大ゴジラロボット撮影用に作られた、当時お金あったんですね、うん、そんなゴジラなんですけど、サイボットゴジラ、これがソフビ化したなんてどれだけマニアックなの。ポスタービジュアルもこのお顔が、あのゴジラ1984年版ゴジラのポスターのビジュアル、これの顔のアップだったから、すごくこう怖い印象があって、大人向けですよね、ちょっと難しい感じがした話がね、小学生向きじゃないですよね。ウルトラマンは子供向けだけど、ゴジラは大人が見るもんだ、俺は大人だよっていう感じ、感覚で、あのゴジラを見てた記憶があります。皆さんどうですか。今日の商品はこれだけじゃなくってもう一点ございます。ちょっと見えますねここに、はい、ゴジラ50周年メモリアルボックスのあれです。さあこれ前回開けた時もさ、これ袋に入ってたし時間経ってるからくっさーとか言ったけど、こいつどうなんですかね。あー臭い。お、はい、出ました、メモリアルボックスの、2003年製の中に人が入って動くタイプの、薩摩健八郎さんが中に入って、特撮シーンを撮っていたゴジラのスーツの方ですね。同じゴジラとして登場するけど顔が違いすぎる。はい、これはもう子どもの頃見てても思いました、突っ込みました。その前の元昭和のねゴジラを見ていくと、ギニョールとスーツでまた全然顔が違うから、顔が変わってもいいんじゃねえのみたいなノリがあったんですか。平成に入ってからのビオランテ以降はあんまり差がなかったけどさ、アップショットとスーツとで背びれがねちょっと低いんですよね、ここがね。ミレニアムゴジラもこんな感じだったけど、ね、この続編のビオランテから、ビオランテでだいぶ形変わるもんね、うん、これがもうちょっとでかいのがもうちょっと上に行きましたけど、可動域、首が動きます、手が動きますと、足が動きますけど尻尾は動かないというパターンですね。でこの後にまたゴジラストアさんからもね、ゴジラ84年版が出ましたけど、まあ、これはちょっと昔のやつですね。
で背びれもねちゃんと3列になって、耳も復活して、足の指も4本になって、初代ゴジラにまた戻したんですね、近づけたんですよね、この時ね、84年の時に。足が短くて歩きにくそうに本編中ね効果が邪魔してましたけど、はい、まあ、かっこいいはかっこいいと思います。でこう上常にこう上向いてるからどこ見てるかわからんってやつね、ミレニアムゴジラと一緒、どこ向いてんだこの人ってやつな顔してます、うん、でこれはちゃんとまっすぐ見てます。こう可動範囲がこれここでしょ、これは肩から動きます、うん、このロボットサイボットゴジラ動き方がね本当に止まるとちょっとこう揺れるんだよね、こうちょっと動くとちょっと揺れるんですよね。実際のスーツが約2メートルでしょ、人間が入るやつは。そうじゃなくて 4.8 メートルのその倍以上あるこのサイボットゴジラで撮影したから、またそれがねで本当にでかいから迫力のあるカットが撮れたんではないかっていう話もありますけど、まあでも劇中で見てるとあまり大きさ分かんなかった気もしますけどね、うん、まあ皆さんどうでしたかね、雛形原型サイボットゴジラスーツ、これスーツももう一個あるんだよね確かね、違ったかな、1号スーツと2号スーツとあるらしい、ま、ということで、ま、飛びついて買っちゃったサイボットゴジラですけどで、ま、だんだんゴジラオタクになってくると、そのサイボットゴジラにもだんだん愛着が湧いてきてさ、スーツの時で、あ、ここ切り替わったな、サイボットだって思って見るのが楽しくはなってくるんですけど、ま、昭和最後のゴジラがゴジラっていうタイトルの映画で、平成に入ってゴジラ対ビオランテに変わってデザインがまた一新されると。ビオランテの時のゴジラとまたこれが形が違いすぎるんですけどね。そんなわけでございます。今日はまずこれが手に入ったので急いで紹介いたしました。